さてここからは防災のために広島県が行っている取り組みについてご紹介します。その取り組みがこちらです。逆線引きと呼ばれます。簡単に言いますと、災害の危険度の高い地域への居住を制限するというものなんですね。ではなぜこれを逆線引きというのか説明していきます。こちら私たちが暮らしている町というのは、続いてのはいこちらです。市街化区域、これ町にしていこうという区域になります。人が住む町にしていこう、開発をしてもいいですよという区域です。でもう一つ、開発を制限する区域、市街化調整区域というのがあります。ここに線引きがされているわけですね。ところがこの開発してもいいはずの市街化区域の中に、レッドゾーンと呼ばれるこちら土砂災害特別警戒区域が含まれているんです。このレッドゾーンは土砂災害発生の危険度が特に高いエリアということになりますが、貝村先生、これが広島県が、はい、全国で最も多いのが広島県。はい、その通りですね。昭和30年代40年代頃ね、特に人口がどんどん増えていく状況の中で、はい、宅地がどんどんこの傾斜の急なところ、危険なところに向かって開発がされていった、そういう状況で結果としてこういう、土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンと呼ばれるものが全国一多くなってしまっている状況です。そうですね、山を切り開いて団地を造成していったということによって、広島土砂災害ですとか、あとは西日本豪雨などでも甚大な被害が出ています。そうですね。でこうしたことから県はこの山際の危険な場所に住む人たちを減らそうというふうに考えているわけですね。でつまり、これまでは開発ができる区域だったんですが、その中にこのレッドゾーンに該当するエリアは開発に制限をかけて、従来の線引きよりも新しい線引きをこの下に下げるというような、山際から離して新しい線引きを作るということが、この逆線引きというふうに呼ばれます。この逆線引きの取り組みについては貝村先生いかがでしょう。そうですね、これは宅地を造成する側からの言えば制限ですね、土砂災害防止法の場合にはレッドゾーンの指定がかかっているところっていうのは、特別警戒区域は普通に住むための家を新たに建てることっていうのはやっぱり制限されるんです。制限される、はい、でも土砂災害対策、ハード対策、砂防ダムとか崖の対策とかされると、このレッドゾーンがまたイエローに戻るということがあって、そうすると家が建てられてしまうわけなんですね。はい、でそれだけでは言えば危ないところに住む方が増えてしまう危険性がまだまだ残っちゃうんです。今回この市街化調整区域という考え方で、これを危険なところ、という示し方を増やすことで、ここに知らないうちにまた新たに人が家を建てて住むことをある意味制限することができる、ここがすごく重要だと思っています。はい、理屈は分かるんですけれども、ただ今住んでいる人が転居を求められることもあると思うんですけども、それはなかなか難しいことですね。そうですね、本当そう簡単なことではないということで、ですので県はですね、まず、住宅や店舗が、ない場所の土地から始めるということ、この先行的な逆線引きというところで、これこちらには住宅が今記されてはませんよね。これはイラストで、例として書いてますけれども、このようにまずこういった線引きをして、住宅はかからないように、住宅がないところでこれ先に線引きをしていこうと、段階的にこの逆線引きを進めていこうということにしています。ですので13の市町の500箇所以上で先行して実施する予定ということになっています。で全体としてはもう時間がかかるのは承知の上ということで、だいたい20年だそうです。20年後にこの逆線引きを終えて、災害リスクの高い区域に新規の居住者がほぼいない状態にする、20年かけて。で50年後には災害リスクの高い区域に居住する人をゼロを目指すとしています。もちろん人の生活、お住まいに関わることですから、急にはなかなか進まないということで、県の方針としては時間をかけてこの取り組みをやっていこうという方針になっています。